こちらの超大物 YouTuber デカチンさんです。デカキンだわお前。なんだよお前、変な意味になるだろ。大物とかいろんなのも全部朝から見てください。チンと金はヤバいっす。いや、ヤバいっすじゃない、金はセーフなんだよ。金ってだって金一族はセーフだろ。その勝手な変な妄想してるだけで。ごめんなさい、それちょっとちゃんとしてください。デカ仏さん。いや、デカキンだわお前。なんだお前、その大仏館みたいな感じで呼びやがってお前。初対面だぞお前、急に初対面でそんなデカキンだわお前。なんで言ったんだ今。やばい発言もう。あ、じゃあ自己紹介いいですか。はい、お願いします。うん、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。いや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 、パパパパ。私から言っていいですか。すごい気になるのが、うん、ツッコミすごいじゃないですか。デカキンさんのツッコミってやっぱりすごいなと思うんですけど、うん、そのツッコミって言われた瞬間にもう反射的に返してるじゃないですか。そうやって頭の中で一瞬で考えてるんですか。調子いい時はね。もうすごいわ。基本はもう10年ぐらい同じことばっかり言ってるから。え、そうですか。6年か、6年ぐらいずっと同じこと言ってるだけだから。全くそう感じないぐらい、なんかワードセンスっていうかワードチョイス、いろんな本読んでるのかなみたいな勝手に私想像してたんですけど。あ、でも漫画めっちゃ見ますね。漫画毎日一冊読んでる。めっちゃ見ますね。漫画大好きで。何の漫画ですか。もう系統がもういろんな漫画。野球漫画だったら私話続いていけるんですか。あ、野球漫画、バトルスタディーズ。あー、もうそこメジャーって言ってくださいよ。ん、メジャー。うわ、メジャーね。ダイヤのエース。ダイヤのエース好き好き好き。マジっすか。好き。ただ単行本では買ってないけどね。同じです同じです。面白いよねあれね。バトルスタディーズは見たことないの。 PL 学園の話だよ。 PL ですか。うん、ないです。 PL あれですね、復活してほしいですね。横になっちゃってる。すっごい先輩と後輩のあれが厳しいっていうのが面白い。高校時代やばかったですよ。私もその野球の強い高校にいたんですよ。寮でめちゃくちゃ先輩きつかったですね。あー、やっぱそうなんだ。本当に、あ、これ生き地獄ですみたいな。この経験があるから、なんか性転換してもあんまりこの、うん、なんだろう、メンタルこう落ちたりとかしないのかな。あー、もう結構元々いろんな経験してるから、結構やっぱ周りの元男の子さんはメンタルこう沈んじゃうというか、ホルモンのバランスも崩れるし。あ、なので良かったなみたいな、野球やってたみたいな。とかそれでだいぶメンタルが強くなって。なんか聞きたい質問たくさんあるんだけど。はい。なんすか。なんか俺思うのが、はい、高校時代とかそういう時に、うん、男性の気持ちが分かる女性いたらいいのになと思ってた。だから今まさにそれなんじゃない。男性の気持ちも分かる女性なのかどうかを知りたい。前の男性だった男の子だった時に男の子の気持ちも分かりで、今女性だから、はい、女性の気持ちも両方分かりっていう状況なのか、はい、知りたい。ちょっと説明がややこしくなっちゃうんですけど、聞いてもらえますか。ややこしくなる。ちょっとこう枝分かれするんですけど。分かった。いいですか。全然大丈夫大丈夫。え、確かに男として生きたんで、なんとなく男の人の気持ちは分かるっていう回答をした方が多分いいかもしれないですけど。そっかそっか、もともと女性なのか気持ちが。そうなんですよ。なんか内面が多分女だから、うん、体が男のままじゃ違和感だって言って性転換したから多分今に至るんですけど。でも男の中でずっと学生時代生きてたんですよ、男社会だから、うん、だから男の人たちがこの場合はこういう風に考えてんだみたいな、なんとなく察することができます。そう、スカートめくりみたいにしてたって言ったから、完全に男の子だったのかなって思ってた。あ、言い切ってました。なるほど。今は男の人生を謳歌しようみたいなこと思ってて。なるほどなるほど。スカートめくりをもうしまくってました。こういうことか。男に振り切るためにあえてやってたぐらいの感じもあったんだ。そうですね、自分の心を鬼にしてスカートめくりしてました。すごい、絶対そんな人にスカートめくられたくないわ俺。そう。だから本当当時の女の子友達、今めちゃくちゃ仲いいんですよ。女同士で女子会してるんですよ。ちょいね。でもその子たちに当時私はスカートめくりをしまくって席替えで隣になった時に泣かれたって。すごいな。なんか私本当今日初めてお会いしてるわけじゃないですか、うん、すごい気使ってくださってるなって伝わりました。これあれですか、営業妨害ですか。いや全然全然営業妨害じゃないし、なんで気使ってないよマジで。なんかなんだ、本当にゴミみたいな扱いしかしてないよ俺ずっと。本当ですか。ゴミ扱いしかしてないけど全然。急にちょっといきなり変えるのやめてもらえるといいですか。やりにくいんで。やりにくない。一旦この説明をさせていただいてもいいですか。はい、一回説明。はい。いやすごいとなと思ったのが、初めましてって会ってすぐに動画をこうやって例えばもし撮ったとしたら、やっぱり私は緊張してるわけですよ、画面の中にいた人だから。なんですけども、いきなりボードゲームしようって言ってくださったのが、なんか、うん、あ、すごい、なんか新しいっていうか、あ、こういう方法があるんだなみたいな。いや、したかったからボードゲーム、普通にボードゲーム好きなんで。あ、なるほど。ただしたかったからやったから。あ、なるほど。誰でもよかった。いきなりちょっと突き放すのやめてもらっていいですか。仲良くなろうとしっこでデカキンさんから歩み寄ってくださるのは、なんかすごい嬉しいなと思って、ボードゲームでこれ球を投げてたんですよ。バウンスオフね。はい、バウンスオフ。いや、で書きながら私ボール投げてましたよ、あのバウンスオフ。いや、僕も本当に仲良くなりたかったんで。マジですか。だから本当にボードゲームって誰とでもすぐに仲良くなれるから、うん、絶対ボードゲームやりたいって言った。
いやでもチャンネル登録はだいぶ前に、だいぶ前というか、コラボ決まってすぐにもうすぐ登録させていただいて、超まあ1本か2本だけ見ようと思ってたのがもうずっと見ちゃった。面白い。で彼氏さん出てきてからもまた面白いし。そんな遡ってくださったの？まずだから興味あるところからまず行っちゃった。だからそのどういう手術をしたとか。行きがちですよね。みんなそっち行きがち、行きがち。あと彼氏さんのなんかあのあれもなんかずっと見ちゃったな。彼氏さんに、はい、あれバディさんじゃないよね。違うバディさん、はい、そうですそうです。質問してくれてて、はい、あれもまたなんかあの方は私は個人で、ああなるほどなるほど、一緒にあの裏方さんやってくれている肉団子さん、肉団子さんすごい名前だな。肉団子みたいなんで見た目が、はい、どっちの方が俺よりも肉団子、バディさんの方が肉団子ですね。俺の方が肉団子、あっちの方が肉団子じゃない。肉団子っていうかデカキンさん中華まんですね。中華まん、昇級したのか何なのかが分かんないから。昇級です。あ、昇級なの、はい、中華まん、いや上ひねられてるからな嫌なんだよな。なんかなんだろう、 なんていうんですかね、あの中華まんすごいなんかスベスベして綺麗でもなんかあ嬉しい、愛嬌がある。あーあー嬉しい嬉しい、この まるっとした。うん、でも肉団子っていうのはガサツだよね。ちょっとこう岩みたいな、ガサツボロボロしてるし、はい、そうですそうです。肉団子っていうよりかはなんか中華まんとかなんか愛されボディ、愛されボディ、体しか見てないだろう、さっきから。でもデカキンさんの横に私がこう映ると、うん、あ、私女子になれたってなんか思います。体感的に。なので今度からなんかもしよければなんですけど、はい、私ソロ動画とか撮るんで、うん、よかったらちょっと横に映ってもらって、喋らなくていいんで。あ、本当映るだけ。だけ細く見せるために。あ、そんなね簡単な使い方されたことないよ。デカキンの無駄遣いそれ。初めてこんなデカキンの無駄遣いされたわ。すごいいいですね。デカキンの無駄遣いっていうなんかパワーワードですね。たまにはいい。月1だったらいいよ。怖いな。カメラを切った瞬間私すごい怖いな。名前やめろお前。変な風に思われるだろ今の発言で。そうです。なんもないわ。違います。本当に私あれですから。カメラオフの時でもさっきデカチンさんって言いましたもん、ね、そうそうずっと。なんであの大丈夫です。てかさ、はい、ほんと運命の人見つけてよかったね。いきなりどうしました。いやなんかお涙モードに。いやいや、なんかさ、お互いに超好きな感じが伝わってきて動画で、それが、ああ、すごいすごいすごい、泣き出した泣き出した。いや、だからよかったなと思って、はい、あの、マジでさ、その、それ、何義眼かなんか全然、あの、ないけど、水滴とか全くないけど、あ、すごい、細いし、まつげ長っ。まつげの長さ気になってもう涙入ってこんかったわ。まつげ長っ。目に入った情報をただ突っ込むのやめてもらっていいですか。大学時代の男同士の友達なんですよ。うわーすごいなそれ。だからもう居心地は超いいんだ。君の時代を知ってるんですよ。え、それでもかすごいな、はい、を渡るみたいな。ですけど秘密ですよ。 P ですから、ね、これ P だもんね。絶賛 P だもんね、はい、ますます不思議なカップルだな。なので普通のカップルって言っていいのかな、うん、カップル的な振る舞いをするのが私は恥ずかしいんですよ。逆に恥ずかしいんです。もともと男同士でしょ。何一番恥ずかしい二人でいる時に。え、その手つなぐ本当に彼女とするようなことをするのが全部恥ずかしい。ああ無理っすね。不思議。カップルなのに。なんでよく視聴者さんからもう、え、君たちもしかしてビジネスカップルなのみたいな。だからどっちが早めに完食したかでしょ勝負は。だから俺先にもう完食させてもらうわ。もうすぐだから。でも私これほとんど骨ですからね。もう骨こっち避けないちゃんと。あ、そうか。私そういう文化じゃないんですよ。ルールちょっと合わせてほしいな。青木家の王国なんで。王国気づいてる。もうここ王国です今。王様ちょっと、いやいや分かりにくいじゃん。確かに。いや、これ負けられんな。あ、ノンマシッソよ。ほんと美味しいよ。わぁ、韓国語あらあらよ。辛味が最高だよ。韓国語わかるんですかって言いました。全然わかってなかったな。え、韓国語喋れる？ある程度喋れますね。ちょっとさ、落ち着いたら韓国旅行行こう。え、いいんですか？初対面なのいいんですか？行こう行こう、初対面だからこそいいじゃん。いいんですか？え、私もほんと喜んでご一緒させていただきたいです。旅行ってさ、しかもさ、うん、ちゃんと喧嘩したりとかするじゃん。喧嘩？カップルがさ、旅行行ったりとかするとさ、喧嘩したりとかするじゃん。だから俺らも初対面で行ったら、うん、絶対喧嘩すると思うから、それもちゃんと喧嘩しよ。ちゃんと喧嘩して、それも動画に収めよ。わかりました。冷蔵庫、なかなか扉閉めない。それカップルじゃないですか。あ、そっか。ちょっと私のことさらうのやめてもらっていいですか。3人で行こう。何いいっすよ、別に。全然。三角関係。三角関係旅行行こう。三角関係。韓国語です、今。え、そうなの。三角関係。三角関係って三角関係なの？そうですよ。微妙な三角関係は妙半三角関係。なんで
んで通訳ある程度頑張ります。あ、嬉しい。片言通訳頑張ります。絶対嘘の通訳だけやめてね、本当に。わかりました。プロのお姉さん絶対やめてね、それだけは。食べ歩き大食いバトル、あ、いいね。もしデカキンさんのチャンネルに出ても、うん、足を引っ張らないぐらい大食いできますよ。2キロは食えるんで。え、頻繁に来てよ、超いいじゃん。毎回対決できるしさ、たくさん作っちゃったって呼べるわけでしょ。いいんですか。うん、あ、そう、毎回ね、一緒にいる友達から彼女からね、大体太る、はい、食べちゃうんだって、みんな。安心しちゃいますもん、だってデカキンさんといたら。デカキンよりは小さいから大丈夫だろうって。そう、パラッとめちゃくちゃ失礼なこと言ってますけども。いやいや、でも理解できた、理解できた。一般社会に帰ると太ってたってなるもんね。現実に戻ると。チョイスが面白いっすね。もうチョイスが、ラスト1個だよ、俺。早い早い早い、やばい。ただ、次の日トイレが心配っす。確かに、でもないもん持ってきたな。次はパフェ持ってきます。うん、パフェにして、次絶対甘い。遅いけどな、その時には。地獄味わった後だから。すいません、今日はこの後地獄味わってください。いや、超やばそうだよね。やばいっすよ、多分体調崩すと思います。そのレベルかな。はい、土産くれたもんね、今日チョコ。もちろんですよ、そこはリスペクトあるんで。私は嬉しい。デカキンさんの大事な時間をいただくわけですよ。今日お腹を下させてしまうってわけなんで。まあそこはお腹下しても考え想定してたのね。想定して。あ、そっかそっか。だとしたらまあそっか、足りないぐらいかな。んだら俺勝っちゃっていいかな。もうラスト1個いっちゃうわ。あと完食が勝ちだもんね。いただけます。いやいやいや、いただけないわ。競わないと最後まで。そう、本当に私結構限界なんですけど。あ、本当にやばいんだ。やばいですよ。いや、出さないようにしてるだけなんで。いや、それも頑張ってる証拠だね。ラスト軟骨部分です。はい、完食。おめでとうございます。完食。今度こそ正真正銘のデカキンさんになりました、ね、元からデカキンなんだよ、お前。勝手にそっちでデカチンとかいろんなデカブツとかいろいろ言ってただけで、元デカキンなんだよ俺は。いますか、初対面でデカチンとかデカブツとか言う人。電話はいない。令和の時代でそんなこと言うやついたい。やっぱ令和の時代にこう自分を順応していかないとダメですね。ラオキさんチャンネルだったら大丈夫だから全然いいじゃん。もっともっと言っててほしいな。あー、いいんですか。デカキンさんのチャンネルでじゃあ私あれ脱いでいいですか。いや、やばい、なんでもっと過激なことし始めたじゃん。俺のチャンネルは絶対脱いじゃダメだよ。あ、脱がない、じゃあ脱がないでください。はい、結構お腹はほんと心配だね。胃が結構やられてそうな気がして。一番辛いやつを食べたっていうことで、だから2人が強すぎて全然だったねっていう。ちょっとうわーうわーとかって多分皆さん期待したでしょうけど、後日がきついなと思うだけで、僕らぐらいのレベルになるとね。私は激辛界のコモドドラゴンなんですよ。コモドドラゴン知ってます。知ってる知ってる。ドラクエとかの子供ドラゴンです、それ。コモドドラゴン、あ、リアルなやつね。リアルな、はい。そう、どういうことかっていうと、うん、私がなんか静かなるこのサイレントでお腹が燃え上がってるっていう意味で私コモドドラゴンに行ったんですよ。え、そのコモドドラゴンがどうしたの。コモドドラゴンがこれヤギを捕食するときに、ヤギはじわじわこうやってこう食べられていくみたいな。だから私も顔には見せないけども、お腹の中ではじわじわと燃えたぎってるよっていう意味でした。で、YouTube じゃ逆の方がいいよ。なんで全然姿見せずにここでメラメラなってるみたいな。面白くなかったらカットで。ということで、今回ですね、大先輩 YouTuber の、いやいやもう全然同期だと思ってくださいって言ってくださるんですけど、本当にもう本当私にとっては本当に今日は光栄な一日を過ごさせていただいて、本当すごい光栄です。ありがとうございます。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとデカキンさんのチャンネルにも、今回コラボ動画公開されてますので、ぜひ画面の下からデカキンさんのチャンネルもチェックしてみてください。お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントと TikTok も画面の下にありますので、そちらもフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。いや、真似したんだよ今。お会いしましょうのとこ真似したんだ。びっくりした、これだと思ってました。あ、違う、ドスコイドスコイじゃない、やめろお前。